ででんでんででんででんでんででん、ついにこの時が来てしまいました。福丸さん、ちょっと待ってください。令和の時代、柴田家の次男、生後約6ヶ月を迎え、神聖なる食べ物ベビーダナンを食べる時期がやってまいりました。いかがですか？遡ること約4年、約3年、ポンスが初めて酸っぱい体験をした日の動画を、私たちしばなんリスナーはきっと覚えていることでしょう。それが、なんと、本日福丸さんも酸っぱい体験をしていただきます。イエーイ。食べる？食べる？全員が全員あのリアクションをするかというと多分そうじゃないんで、うん、そこもまた見ものというか通過儀礼的な感じなんですね、これって。そうです。まあでもあげるものはね、あのプチダノンですね。いつもお世話になります。プチダノンを今日は福丸に、これもうあげれるんだもんね。はい、あげれます。6ヶ月からの離乳食も始まってるんでね。離乳食のね、食いつきは結構バクバクなんですよね。そう、何でも食べるよね。どうですか、食べる人は挙手をお願いします。どうぞ。私と食べるかな。じゃあちょっとあげてみたいと思います。じゃあどういうリアクションするかな。いただきます。私は意外と福丸はあんなオーバーリアクションじゃないと思う。いやー、俺も不思議そうにガツガツ食べると思う。そう、いくよ、いきます。どうぞ。あんましない。あんましないね。おいしい。どうどう、ねえねえ、もう一回言ってみる。これ持つんだよね。あれ、ほら、やっぱりだね。舐めてみる。意外といけちゃう。あら、全然いけちゃいますね。もっと欲しそう。いや、そうだと思ったわ。ね、この人ね、リアクションはね、落ち着いてますね、基本的に。めっちゃ気に入ってんじゃん。やったじゃん、好きじゃん。嬉しいじゃん。めっちゃ気に入ってる。あ、まだ見てますね、この。あ、もっといる、もっといる。めっちゃ食べる。うまい。見てください、これ。お兄ちゃんはね、って顔したんだよ。じゃあ最後、うわやったー、食ったのてるるまだまだなんか早くしろみたいな感じだね。ね。まあ半分ぐらいにしていきましょうか。というわけで、福丸の酸っぱいは意外と酸っぱくなかった。
笑顔でモカモカボカボカ食べてました。あーもうお腹空いた。お兄ちゃんじゃあ食べ終わったから、うん、じゃあお兄ちゃんも食べますか。じゃあこれ食べますか。じゃあポンス君だってさ何歳ですか。4歳。じゃあこちらの酸っぱい体験どうぞ。でかなって4歳って。じゃあいきます。ママがやります。どうぞ。成分表を確認してんの。6歳以上だ。そう、よく分かったじゃん。6ヶ月以上。どう？ちょっと一口食べたかっただけみたいな感じですね、多分。嫉妬してましたね、ちょっとね、弟に。福丸さんは全然びくともせず、美味しくバクバク食べました。いいですね。いいですね。素晴らしい。またどんどんいろんなものを食べて大きく育ちましょうね。ママがいい。ママがいい。いやいやいや、おい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 。やめて。その怪し方はやめ。頼む。どっちかっていうと、あやなんとポンスが同士で、しばゆーと福丸が同士って感じがしてる。そうかな。動じないんだよね。パパ。あとはさ、二人でさ、モンスターハンターあるんだ。同級生じゃん。モンスターハンターやんの。酸っぱい体験福丸バージョン。終わりです。終わりです。個性が出てたね。じゃあバイバーイ。